アンジェリークキジョーは、ベナンコトヌー出身のシンガーソングライター、および現ユニセフ親善大使。アフリカンポップ、レゲエ、ジャズを織り交ぜた音楽をスタイルとしている。グラミー賞に4度ノミネートされ、ベイシュガーディアンに、世界で最も啓発的な女性トップ100のうちの一人として取り上げられた。英語、フランス語、フォン語、ヨルバ語に堪能であり、国境を越えた幅広いファンがいる。 熱心な人道支援提唱者でもあり、自身もアフリカ女子教育を援助する NPO、バトンガファンデーション、英名、バトンガファンデーションを2006年に設立した。本族の父とヨルバ族の母の間に生まれ、ベナンの伝統音楽を聴いて育つ。6歳から、母親の劇団でパフォーマンスを始め、伝統音楽とダンスについて理解を深めた。学校に入ってからバンドを組んで歌を始め、 国営ラジオの放送からミリアム負けバの影響を受けた。やがて母国の正常不安により、1983年パリへ移住。ジャズを学んだ後に、現在も暮らしているニューヨークに落ち着いた。 h t t p a l l a f r i c a c o m s t o r i e s 2 0 0 9 0 5 1、はい、1 0 4 6 7 h t m l ハット h t t p w w w a f r i c a c o m スラ a シュ u k スラッシュ c o n c e html-http コロンスラッシュスラッシュ r a t e y o u r m u s i c ドットコムスラッシュアーティストスラッシュ,ッシュアンジェリーク記事ありがとうございます